おい。おい。こっち来いよ。よ、久しぶり。元気してたか？あ、今日は、護衛の奴らはいないのか？そっか。ならよかった。あいつらいると、俺みたいな庶民とは話すらさせてくれないだろう。そうだよ。すっかり遠い存在になっちゃったな、姫様。ってガキの頃は姫様だって認識してなかっただけで、あの頃から遠い存在ではあったのか。あ、悪かったよ。嘘嘘。お前に気なんか使わねえよ。いくらみんながお前のこと崇めたって、俺からしたら、ただの鼻垂れ娘だからな。こんなの王様に聞かれたら処刑されそうだけど。ん？どうした？あ、王様のことで話したいこと？王様って、お前からしたらお父さんだろ？なんだ？何かあったのか？ちょっと！待て。やば、護衛の連中来てるじゃん。くそー。今日の夜、いつもの場所まで抜けてこれるか。なあ、じゃあそこで。俺はずらかる。じゃな。はあ、来ない。うん、肌寒くなってきたな。あいつ、薄着で来なきゃいいんだけど。にしても、何かあったのかな。抜けて来られない理由。いつもは俺より早く着いてんのに。あいつ、城ではいつも硬い表情をしてるけど、俺といるときはすげえ笑ってくれるから、なんか、ギャップが超可愛いんだよな。あ、すげえ会いたくなってきた。早く来ないかな。ん？あ、来た。よう、遅かったな。おい、どうしたんだよ、その服。ビリビリに破れてるじゃないか。新しいファッションか？って、なわけないか。なんだ、この肩のあざ。おい、誰かに襲われたのか？ごめん。俺がこんな夜に呼び出したから。きっと、盗賊かなんかに。すぐ城にいて王様に。なんだよ。明らかに殴られた後だろ。ほら、ここにも。はあ、こんなの、国中に一刻も早く伝えなきゃいけないレベルだぞ。ダメ？なんで？王様に、やられた？ああ、とりあえず、ゆっくりしてけよ。
俺んち狭いから、あんま落ち着かないかもだけど。コーヒー入れるな。そのさ、お前が城を出てきたことは知ってるのか？いつも通りこっそり抜けてきたか。そっか。じゃあ、朝までには戻らないとな。な、どうしたんだ？抱きついて。怖い。そうだよな。まさか、お前がずっと、王様に暴力を振るわれていたなんて、気づかなかった。大丈夫。大丈夫だ。そりゃ城に帰りたくないよな。わかった。じゃあ俺も一緒に行くよ。そばから離れない。だから安心して今日は寝るんだ。なんでなんだろうな。俺たちはただ、あの頃みたいに平和に暮らしたいだけなのに。おい、昨夜の夜どこに行っていた？嘘をつくな。兵士が走って城を出ていくお前を見たと言っている。違う。また王様の俺に盾つくのか！お前が姫様でいられるのは俺が王だからだ。俺がいなきゃお前はゴミなんだよ。最近庶民からの支持がすごいからって調子に乗るな。王は俺だ。ようやく反省したか。ついてきてほしい。見せたいものとは何だ？もしくだらないものであれば、また懲罰。腕が。なんだ？ドアを閉めろ。誰だ？首狙ったんだけどな。変な強いやつだ。例の村のクソガキか。どうやって入った？簡単さ。商人のふりをしたんだ。この時期は美味しい肉をよく仕入れて。さてや、うちの大事な娘に何か吹き込みやがったら、この身の程知らずが。大事な娘？ふざけるな。大事な娘に手をあげる父親がどこにいる。ましてこんなあざになるまで。俺は小さな頃に誓ったんだ。何があってもこいつを守るって。大事さ。こいつは俺の大事な道具だ。娘ってのはそういうもんだろう。いや、娘だけじゃない。
兵も庶民も全てが俺の駒なんだよ。まあいい、貴様は処刑だ。すぐに兵士を呼んで。じゃあもういいよな。どうせ死ぬんだったら今ここでお前を先に殺してやるよ。このクソ野郎が、絶対に殺してやる。ぶっ殺す。俺が自分の手で。もういい。悪い。俺、すっかり熱くなった。な、計画通りだ。おい、そこの自称王様。お前との会話、すべて録音させてもらった。今から、国中に放送させてもらう。入るぞ。よ。眠れそうか？というか、女王になって初めにしたいことが、うちでゆっくりお泊まりをするって、そんなんでいいのかよ。と、あ、こっちもだいぶ生活は落ち着いたよ。あんなことしたからさ、てっきり俺も牢に入れられると思ってたけど、まさかこんな形で済ませてもらえるなんて、頭が上がらないよ。軽いだろ、お前のそばで一生ただ働き。雑用も護衛も、何でもござれってか？まあいいよ。お前のそばにいられるなら、何でも。ん？ありがとう。あ、別に。男だからな。好きな人のことくらい守るよ。女王になっても泣き虫は変わらないんだな。げー、今回は俺から。今日は、こうやってくっつきながら眠ろう。